皆さんこんばんは。今日はですね、加古鉄さんの動画で、まあ、ヤクモに乗られた加古鉄さんが L 特急の話をしてましたけど、加古鉄さんがよくわかりませんでしたっていうことで、まあちょっと L 特急って何かっていうのをちょっと僕なりにちょっと今回解説していこうかなというふうに思います。お付き合いいただきたいと思います。さあそれでは参りましょう。まあ、こういった題名付けさせていただきました。時代とともに駆け抜けた誇り高きエルマーク、L 特急の歴史とその役割。まあ歴史っていう観点あんまりないかな。どちらかというと制度論の話で、どこで何走ってたかって話は先に言っておきます。79種類あるんでとてもご紹介しきれないというわけで、今回はそっちの話は、後で皆さんウィキペディア見てくださいっていう感じなんですけど、これは申し訳ない、そんな時間まで取れないということで、今回は、まあ、歴史とその役割と、まあ、あとはもう終わりがなんで終わったかって話ですね。まあ、そっちの制度的な話していきたいと思います。していきたいと思います。まず、これですね。こうですね。はい。1972年10月に、L 特急が生まれた時代背景っていうのをまず解説したいと思います。これ、日立。なんでこれが出てくるかっていう話なんですね。これが。なんでここに貼ってあるか。後でわかります。まず、当時の時代背景。1972年3月に山陽新幹線新大阪岡山間が開業。で、この時に岡山伊遠の特急網が完成します。つまり、岡山までつながりました。岡山からさどういう風に行きますかっていうのが課題だったんですけども、その特急網が完成します。でこの時に私調べてて、あれなんで四国に行く特急がないのかなってバカなことを考えたんですけど、そりゃそうですよ。瀬戸大橋まだ影も形もない時代ですから、宇高連絡船という時代ですから、というわけで、西に行く方と北に行く方との特急網ですね。具体的にはこうです。燕、鳩、塩路、八雲ですね。で、この燕というのは、岡山から熊本までですかね。で、鳩が岡山から下関だよね。で、あと塩路が、新大阪から、下崎。八雲は、岡山から、出雲市か。いや今何悩んだかっていうと、いつもヤクモって、マスダもあったよなっていうのを今頭の中、よぎったんですね。もともとは往復6本ぐらいだったんですよ。それが、まあ、電化して、ヤクモが、出雲市までってことだったんですね。で、もう一個。日本海縦貫線の全線電化ですね。これで米原から青森までが全て電化されます。1970年大阪万博を機に特急車両を大量生産したと。でこの時大量生産した車両というのが485系4パー号ですね、が1453両。めちゃめちゃ作りますよね。これ多分何編成ぐらいですか。120編成ぐらいいくんですか。もっといくんですかね。で5パー3が434両と。でこれが4パー5の代表格ボンネット型ですね。はい、これを山ほど作ったんで、まあ、それで、さあこの山ほど作ったのをどうしようかっていうことになったんですね。それとあとね、マルス105システム、マルスってまあ今が30何本だったかな、ちょっと忘れましたけど、それを使ってですね、座席予約、それから発見能力が飛躍的に向上したと。ちなみに当時のマルスこんな感じです。徳山岡山間の特急券が400円なんですよ、ね、あこれちなみにツバメですね。はい、こんな感じだったんです。で L 特急というのをじゃあ作ろうってことだったんですね。でそもそも L 特急って何って話ですね。これが L マークです。これこう回ってるのはゼロ系新幹線の影響ですね。
こからゼロ系新幹線のあいた曲線をイメージしているそうです。で L 特急ってそもそも何かっていうと、まずそもそもね、この L って何ぞやって話なんですけど、これ自体に大きな意味ないです。なんかちょっとライトな感じの名前にしたかったらしいです。本当に、ね、こう気軽な名前っていう、まあ、そんな感じらしいです。だからなんかラブリーとかライトとか、あとライナーって意味もなんかあって、いろんな L をこう混ぜこぜにした L って感じですね。でその次、運行本数が多いっていうところですね。まあ当時ヤクモでも日に6本走ってるって結構多いんですよ。新大阪から、確か当時浜田だったかな、松田だったかな、新大阪から、あっちの方まで、島根県の西部までヤクモが走ってたんですよ。日本、あれは山陰本線だったかな、ほぼ山陰本線を通ってたと思いますけど、それが1日1往復だったんですよ。でも結構お客さん乗ったらしいです。でそれが岡山に変わったりして運行本数が飛躍的に増えたとか、まあそんな感じなんですよね。でさっき言った大量に車両を作ったんで運行本数を増やすこともできた、そういったところに L 特急をあてがったって感じなんですね。次、なんとか時00分や30分とかですね、いわゆる等間隔で規則性のある時間で出発するんですよ。これ例えば、まあ、今でもまあ残ってるダイヤなので、まあ、米子が一番僕的には分かりやすいんですけど、米子って、岡山方面に行く特急って大体20何分なんですよ。23分とか27分とか大体一緒なんですよ。例えば1時24分とか、まあ、ちょっと適当ですけど、まあ、それぐらい時間なんです。で2時24分だったかな、なんかそんな感じなんですよ。だから大体近い時間帯でこの時間帯に出るんで、結構時間の計算がしやすい。でそうすると例えば他の公共交通機関バスとかもこの時間に合わせてバスを運行させるとか、そういったことができるんですね。でお客さんも非常に分かりやすい、何時に行けばとりあえずいいだろうみたいな、で何時に行けばこの時間に行けば特急出てるっていうイメージがしやすいんですね。覚えやすい、ダイヤが覚えやすいって重要です。で気楽に利用してもらうために、自由席を設ける。これね時代背景があって、何かっていうと当時特急列車って指定席なんですよ。ほとんどかほぼ全部指定席しかなくて、で特急に乗るためにはもう指定席券買うしかない。そうすると例えば乗り遅れそうになるとか、あと時間が急に変わったりとかっていうので、なかなか対応がしにくいのと、いつ乗るかわからないと、あとすぐ適当に乗りたいんだけどって時に自由席があったらすぐ乗れるじゃないですか。で最悪車内で買っちゃえばいいっていう発想も出てくるわけですよ。でそのために自由席券っていうのを作ったっていうのがあるんですね。でもうこれの副次的効果ですけど、自由席回数券を販売したっていう、つまりリピーターをどうにか獲得しようってやつですね。でこういうこともできるようになるわけです。これ指定席だとできないですからね。指定席回数券とか、まあ今でもないはずですから、まあ自由席回数券だといつでも使える。だからこれ、多分こういうの使うのって、例えば企業の出張とか、そういった法人向けの、あれですね、出張とかに使える。そういったところに販路を広げようって言うんですね。で、この時、キャッチフレーズがあった。これです。数自慢。かっきり発車自由席。もう、七五調ですね。川柳ですよね。当時こんなんなんです、基本的にキャッチフレーズって。だから本数が多いことと、この等間隔で走るのと、この自由席を設けたという、これが L 特急のキャッチフレーズだったんですね。でじゃあそもそもこの L 特急って誰が言い始めたのか、こういうのをやりましょうって誰が言い始めたかっていうと、この人です。はい、須田博さんです。
この人何でもやってます。まあ、この後説明しますけどね。この人ですね、JR とかの初代社長ですね。で、まあ、どういう人かっていうと、1931年1月京都市で生まれてます。で、1954年京都大学法学部卒業して、翌月に、国鉄に入社。まあ、いろんなところ、例えば御殿場とかに行って、車掌の研修してますね。で、そこで普通、車掌の研修って、大体2年ぐらいやるんですけど、大体見習いで終わるらしいんですよ。で、この人キャリアで入ってるんですから。で、キャリアっていうのは基本的に現場に行きますなんだから、まあ、その中でも一応研修はやると。だけど、基本的に、実務はしないんですけど、やっぱ、この方すごいんですね。実際実務をしてます。車掌を1ヶ月半されたそうです。これなかなかないことらしいんですよね。で、まあ、いろいろなところに、仕事して、1969年、入社15年目にして、設備課長。これ本社ですね。本社旅客局設備課長。で、その次、72年には営業課長。74年は総務課長。で、79年は名古屋鉄道管理局長。で、1981年旅客局長まで上り詰めると。まあ、この辺はもう国鉄末期ですよ。で、本当に国鉄最後の時期に1984年、常務理事。まあ、いわゆる企業でいうところの取締役ですよ。まで上り詰めて、民営化後は JR 東海初代、代表取締役社長。これを8年間務めて、会長になって相談役になると。で、最後は今現在顧問ですね。今年から顧問という形になりました。で、その間に2007年ですね。鉄道友の会の第7代目会長。鉄道友の会っていわゆるもう、鉄道ファンの、鉄道ファン中の鉄道ファンですよ。本当に鉄道好きの人が集まる会です。ブルーリボン賞とか、を決める団体ですね。あと、ローレル賞とかですね。で、この方が一体何をやったかって話なんですね。ちょっと JR 東海の時の話はしませんけどね、今回。今回、国鉄時代にこの方が何やったかっていうのをちょっとフィーチャーしたいと思います。はい。特急海の安田博士、何をやってきたか。1960年、この営業局総務課長補佐時代、ここで何をやったかっていうと、はい、新幹線自由席導入、この人なんです。新幹線も全部指定席だったんです。できた当時は。でもやっぱり使いづらかったっていうことがあったらしいですね。まあ、さっき言った通りですよ。急な出張とか、それから急に予定変わるとかっていうことになったときに、緑の窓口行かなきゃいけないわけじゃないですか、指定席だと。変えるのに。だからそんな時間もない人って結構いるわけじゃないですか。もう当時だってサラリーマン忙しいですからね。だから新幹線自由席っていうのを作ることによって、いろんなフレキシブルに、お客が対応できるようになる。これは大きいことでしたよね、当時は。この人が考えたわけですよ。新幹線自由席を導入したと。自由席って名前を考えたのも確かこの人です。で、1969年設備課長時代に何やったかっていうと、はい、大阪万博で駅の整備責任者ですね。それとオレンジカード、プロジェクトリーダー。オレンジカードもこの人です。で、営業課長時代、ここですよね。ここでは、はい、ディスカバージャパンの推進。もともとディスカバージャパン自体はこの人の時代じゃないんですけども、まあ、前任者から引き継いで、ディスカバージャパンの後期ですね、はこの人の、担当でした。あと、シルバーシート導入。シルバーシート導入もこの人がちょっと一枚噛んでて、まあ、優先席を導入しなきゃいけないっていうことになった時に、じゃあ、シートの色を変えましょう。なったんですよ、その優先席は。ただシートを買う金もないで、なんなら時間もない、どうしようってなった時に、浜松の工場に新幹線用の予備のシートがかなりある。
らしいってことになって、じゃそれを活用しようと。で、その時の、あのシートの色というのがシルバーグレーだったんですね。なので、シルバーシートって名前にしましょう。それはこの人です。この人の時です。この人が営業価値の時にやってます。で、もう一つが、エルトッキオの創設ですね。はい。で、総務課長をやって、鉄道、名古屋鉄道管理局長をやって、旅客局長の時に何やったかっていうと、フルムーン夫婦グリーンパス導入。これは、55歳以上でしたっけ？ごめんなさい。あんまよく覚えてないんだけど。フルムーンの、あれは、2人の合計、夫婦の合計が88歳以上ですか。なるほどね。だから例えば、旦那が50歳で嫁さんが38歳ならいいわけですか。それは成立しますね。まあそんな感じですか。で、あとホームライナー導入ですね。ホームライナー導入ってすごいですね。なんかどっかの駅にいるときにお客さんが目の前に回送の特急列車がいて、それがスーって通過しちゃったらしいんですね。で、それを見てこれ乗せてくれないのにって言ったのがきっかけらしい。で、最初大宮に走らせたんですよね。それがホームライナーの走。で、この人がやった、おそらく僕たちにとって最大の、まあなんて言ったらいいんだろう。もう最大に影響があることはこれです。青春18切符導入です。これこの人です。これなんでこの絵を導入したかっていうと、青春18切符って、夏と冬と春じゃないですか。これ、学生長期休みの期間なんですね。で、なんでここで導入したかっていうと、その間は学生とか、まあ、中学生、高校生、電車乗んないでしょっていう。そうすると、その分、列車のリソース余るから、じゃあその余ったリソースで乗り放題切符を導入しましょうっていうことで導入したんですね。すごいですよね。これ今、これなかったら鉄道ファン成立しないもんね、今。いや、すごいよ。これの、存在は、極めて我々にとって大きい。で、1980年に常務理事になって、何やったかっていうと、国鉄民営化の策定ですね。で、この人は分割民営化反対です。当時は。結果的には良かったって言ってますけど、当時は反対でした。なので、この人、もう、分割民営化反対だったんで、この人は自分は東海の社長になるっていう、とか、民営会社に残るというつもりが、ほぼなかったです。てか、残れるわけないと思ったんで。そしたら、テレビ見てたら、いきなり自分が JR 東海の社長になってびっくりしたっていう。内事もなかったらしいですか？え？っていう。え、いいの？みたいな。そんな感じだったらしいですね。で、いちいちこう全部こう、エルトッキが何かって調べるわけにもいかない、調べとか説明するわけにもいかないんで、まあ、今回きっかけになったのは、カッコ鉄さんの動画なんで、カッコ鉄さんが乗ったであろうエルトッキっていう、まあもちろんエルトッキはもう今ないんで、エルトッキ指定を受けたことがある特急ですね。はい、一つ一ついきましょう。まずは、霧島ですね。特急霧島。宮崎から鹿児島ですかね。で、こんなヘッドマークですね、当時。L ないんですよ、これ。これだけ L ないんですよ。で、当時4パー合計ですね。これ、過去絶賛乗ってますね。次、潮騒。当時は1パー3系と1パー9系ですね。L マーク、こんな感じ。ヘッドマーク。これ、ちょっとごめんなさい。いろんなとこから撮ってきてます。で、次。
踊り子ですね。一パー合計に乗車してます。これも L 特急時代に走ってたやつですね。次、南風ですね。これも L 特急に指定された時に、走っていた2000系に乗車経験があると。で、最後は特急役ですね。381系、現役です。はい、うちのチャンネル調べ多分抜けがあると思います。あんま自信ないです。抜けがあったら教えてください。まあ、こんな感じですか。まあどうでしょうね。もうまあ1パー合計ももうないですしね。3パー1ももうあと3年ですか。あの、本当は2003年に亡くなる予定だったんですけど、ちょっとあのこのコロナで、あの、JR 西日本の経営環境がちょっと悪化したんで、置き換え計画がほぼ白紙っていう、白紙の中でも薬もだけ残るっていう、3パー1系の置き換えだけはこれは是が非でもやるぞっていう。どうなるんですかね。ちょっとこの辺分かんないですよね。これはまたあの続報が来るでしょう。はい、で F 特急って結局最後なくなるんですけど、なんでなくなったかって話なんですよね。これね、言われてみりゃって話なんですけど、まずこれ普通の特急とは区別がよくわからないよくわかんないですよね。特急は特急じゃんって話なんですけど、あの L 特急がなんで L 特急なのかよくわかんない。で、あとあったのが、 L 特急と普通の特急はどっちが上なのっていうL 特急がなんか特別そうなイメージがあるじゃないですか。でもあんまりこう別に L 特急が上というか下とかそんなん特にないんですよ。ただ JR 北海道はちょっと普通の特急を上に見てて、で、L 特急をちょっと下に見てた、なんかそんな運用してましたね。あの、自由席が多い少ないぐらいでなんかあの分けてましたね。で、次、まあここで付随するんですけど、あの通常と特急にも自由席が設けられたっていう、別にあの、もともと L 特急は自由席が売りでしたから、あの普通の特急にも自由席あると、じゃあ 何の差があるのっていう話なんですよね。で、次、新幹線が延伸されて、まあ例えば山陽新幹線が博多まで伸びるとか、東北新幹線が盛岡まで伸びるとか、まあそういった行動があって、特急そのものがなくなっていったっていう事情があります。数減らしていったんですね。で、根本問題、さらに。そもそも論として定義が曖昧すぎてよくわからないっていう。これ、どういうことかって話なんですよ。これは、これ次の、あれなんですけど。ちょっとそもそも考えてみましょうって話なんですよ。まあ、L 時代に大きな意味はないわ。これはいいです。運行本数が多いっていうのはちょっとよくわからなくて、1往復しかない白山もこれあの、まあ、L 特急を指定受けてるんですね。まあこれはちょっといろんな事情があるんですけど、それにしたってって話なんですよね。あの、運行本数がの多い少ないであまり選んでないんじゃないかっていう節があって。で、次、いわゆる等間隔で規則性のある時間で出発するようにしたっていうのは、通常特急でもやってるんですよね。もうだ、これはあんまりこう意味がない。で、あと気楽に利用してもらうために自由席を設けた、通常特急にもあるもはやよくわからない。じゃあ L 特急と普通の特急の違いってほぼないんですよ。ってことはどういうことかいるのっていう話になるんですよ。そこまでしてるっていらないよねって話になるんですよね。で、結局どうなったかっていうと、2002年、 JR 東日本で故障を廃止と。で、それを皮切りにですね、全国で廃止が相次ぐと、まあ、どんどんなくなっていったんですね。で、最後2018年、 JR 東海の廃止をもって、これ JR 東海の廃止っていうのが表現あれだな、 JR 東海の L 特急の廃止をもって、まあ、L 特急は姿を消すということになったんですね。で、L 特急は最後まで JR 東海に残ってたんですよ。ほんと最近まで。信濃とかですかね。で、まあ、これ、結局まあ、
なんで残ってたかっていうと、やっぱ須田さんが作ったっていうのがあるので、やっぱ JR 東海としては、まあ、相談役が作ったその名称っていうのをやっぱちょっと消しづらかったのかなっていうのはちょっと思いました。でも最終的に亡くなってきた理由っていうのはこうです。はい、廃止を提案したのは相談役の須田博さん。つまり自分で最後は引導を渡したわけですね。これ潔いですよね。あの、自分で作ったものでもほぼ意味のないものは、まあ、自分がの目の黒いうちに終わらせてしまおうっていう。で、須田さんはこう言ってますね。これからの時代の L は、リニアの L だと。もう L 特急はこれで卒業だと。いうことをおっしゃって、まあ、JR 東海にはもういいと。いうことで、L 特急という名前が消えました。ただし、まあ、ちょっとこれ、この例で、パワーポイント終わりなんですけど、ただし、一個だけ L 残ってるんですよ。この、特急ヤクモのこの L。これ、現役でこれ残ってるんですね。だからもう、最後の L 特急は、実はヤクモなんじゃねえかと。ということで、まあ、この 3-1 があと3年ぐらいでなくなっちゃうんで、この L マークも、まあ、3年でなくなるだろうと。ということで、まあ、皆さん、ちょっとこの L のマーク、もしよければ、鳥取、まあ、あとはまあ、いつも方面ですか、乗りに来ていただけたらなと、もう一度ぐらい乗りに来ていただけたらいいかなと思いますね。はい、というわけで、L 特急の説明でした。いかがだったでしょうかね。まあちょっとそんなに別に鉄道にすごく詳しいわけではないですけども、私なりに L 特急の方をまとめてみました。何かコメントとありましたら教えてください。以上、山陰学ぶチャンネルの解説パートでした。ではまたお会いしましょう。